天草市倉滝町の中村房代と言います。昭和30年生まれで67歳になりました。私の実家は漁港のすぐ近くにありました。当時は地域のみんなが貧しく、魚と芋と少しばかりの麦飯の食生活でした。若い頃から手足のしびれや震えに悩んできました。家事もうまくできず、茶碗を落としたり包丁も上手に使えませんでした。新婚の時から姑から何もできんのめと毎日毎日小言を言われました。夫からも怒られていました。しかし自分を責めるしかなく、夜中に一人で涙を流す辛い日々を過ごしてきました。義理の兄からは離婚を勧められ、本気で離婚を考えました。でも子供の寝顔を見て、こんな可愛い子供に悲しい思いをさせられないと思い、離婚を決断することはできませんでした。怒られるたびに、なんでこんな体に生まれたのだろうかと、親や自分自身を責め続けてきました。水俣病の特措法が始まって、地域の人たちからは水俣病の症状の話を聞くたびに、自分の症状と同じであることに驚きました。そして医師の診察を受け、水俣病と診断を受けました。この10年くらいは体と手の震えが止まりません。毎日毎日不安で、これから先もっとひどくなって動けなくなってしまうのではないかと、夜も眠れなくなる時があります。窒素や国や熊本県には、私の健康と人生を返してもらいたいです。できなければ少なくとも謝ってほしいと思います。はい、ありがとうございます。健康や人生を壊しておきながら、謝りもしない加害者を私は決して許しません。大臣、私は30年以上も一人で苦しみ続けてきました。泣き続けてきました。私の周りにもこんな苦しみを抱えながら救済されない被害者がたくさんいます。どうか私たちの苦しみに思いを寄せてください。そして一日も早く救済をしていただきますよう、心からお願いして私の訴えを終わります。ありがとうございました。